ほー。おはようございます。イースターありがとう。おはようございます。そう、悪さしてる。落ち着きがない。落ち着きのない犬です。お、今日行くよって。ありがとう、嬉しい。新幹線乗ってる？気をつけてね。新幹線。いい人ありがとう。今日テスト？テストあるの？頑張ってね。落ち着いて。落ち着けば大丈夫。大丈夫。ファイティング。リュウはテスト終わったよ。とっくに。あの、みんなに言ってなかったけど、とっくに学校は始まってるので、言ったらバレるから。言ってなかった。テストも終わりました、無事に。今日からスタバで焼き芋香ばしいカラメルフラペチーノ。何それ、カラメル香ばしいカラメル、やば、惹かれる。いいね、飲みたいな。最近スタバ行ってないな。フォロー、ありがとう。半分ぐらいもう帰ってきたんだけど、点数っていうか結果、もうリオは天才です。全部あれ、なんか集中的に勉強したんですよ。集中的にテスト勉強したのに、全部90点以上なんですよ。これは天才。これは天才か、リオは。いや、嘘じゃないよ。嘘、リオ嘘つけないから。90点以上なんですよ。いや、自分でもびっくりよ。自分でも、いや、50点以上とかならまだいいかなとか思って開けてみたら、92点とか、96点、これは天才という説が出てきましたね。そう、でもまだ半分はまだ帰ってきてないから、それがちょっと悪いかは分からんけど、待つだけ。天才。見て、爪昨日塗った、速攻で塗った。あの、撮影があったからさ、剥がれるんですよ、やっぱりこれ。あの、ただ普通に
このなんか透明なベージュのやつを塗った後にこのトップコートっていうなんか保護するやつ塗っとるけど、踊ったりしとったら結構とかぶつけたりしたらすぐ剥がれちゃうんですけど、見えるかな、テカってる、光でライトでテカってますか。もうこれもうシュンシュンシュンってもうすぐ塗ったYDK やろ、 YDK。 YDK ギフトありがとう。今日は後方後ろでも見つけます。でもクアトロは後ろでも結構多分ファンの人も見やすいし、あのこっち側も見つけやすいんですよ。そう、ゆうたありがとう。指きれい？え、嬉しい。よく昔言われてました。昔かいって感じなんですけど。リオはね、あれなんよね、なんていうの、指の骨が細いわけじゃなくて結構なんか強そうな手をしてるんです。そう、なんか女の子らしいこうおしとやかな手ではない。リフトありがとう。今日は僕体ですね。僕体。当日券わかんない。ある予感。平日だし。あると思います。クワトロ？それ正解。正解だよ。今日リオだけしか見ない？約束ね。今日は端から端でも見つけちゃうよ。ありがとう。後ろの方の、そうなの、主権さんありがとうございます。ぜひフォローしてください。ウェーン、かゆあれ、なんかワープしたんだけど、コメントがなんか変なとこに飛んだ。あれ、どこまで読んでた。今日は後方大丈夫、後方でも大丈夫。 DMM 来れない方は DMM で。今日は髪型がちょっと初めてするやつなのでお楽しみに。あの似合うかちょっと分かんないけどやってみようかなって。
DMM？ そう、やってほしい髪型があります。何？今度する、教えてよ、教えてください。髪型のバリエーション多い？いやでも意外とね、もうねないんですよ。なんかそんなやった感ないのに、意外ともうあんまりやったことないのはない。悪い子だなプーは。プーちゃん悪い子よ。プーちゃん悪い子ね。髪型に注目してみる？髪型もパフォーマンスも理由自体も注目で3日間断食してるの？やば大丈夫？気をつけてね、倒れないでねリンゴヘア、あ、確かにやったことないかも。確かにリンゴヘア。ツーサイドアップって何？何それ初めて聞いた。何ツーサイドアップ？何それどんなやつですか？んツーサイドアップ、こう？ん分かんない。ポンパドールしたことあるよ、アクターズの時にね。演劇の役がなんか婦人みたいな役でなんか高級な婦人みたいな感じの役でポンパドールしてグラサンかけてファーを羽織ってっていう役でした。でなんか急に倒れるみたいななんか聞いたらいけない言葉を聞いてキャーって言いながら倒れてっていう役そう、懐かしい。絶対伝わらんよね。まゆゆさんヘア、まゆゆさんヘアやった、この前やりましたよ。あれ、え、まゆゆさんヘアっていうのはその全部上げての高めツインってこと？そう、婦人。なに？そう、リオマダム。リオマダム、ギフトありがとう。55分になったら誕生を読みます。誕生を読みます。昨日の撮影の髪型可愛かった。え、なんで知ってるの？あ、昨日の配信のってこと撮影見てたんかと思ったいや、あれはねの、え、覗きかと思った、びっくりした、怖っ。え、だってさ、昨日の配信の髪型っていうか昨日の配信はあれほどいてただポニーテールにしてもらっただけだから、そう、その後レッスンだったから僕隊のあのそう
怖かった今。あ、やばい、56分だ気づけばすぐ時間が経ってしまいますありがとう、テロップ出た、ありがとう。男女読みます。13位、リノットさん、ありがとうございます。12位、シュウさん、ありがとうございます。11位、ホリちゃんさん、ありがとうございます。10位、チリチリミキャンさん、ありがとうございます。9位、迷子のごさん、ありがとうございます。8位、コアラさん、ありがとうございます。7位、台湾高尾さん、ありがとうございます。6位、鈴鹿さん、ありがとうございます。5位、 KG603 さん、ありがとうございます。4位、楽楽さん、ありがとうございます。3位、フラペチーノさん、ありがとうございます。2位、癒し系さん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 バン、よしかっこくんさん、ありがとう。めえなは何めえなが荒ぶってる。めえな落ち着いて。これこれこりゃ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 、フォローありがとう。受験さん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。大きな声だねイヤホンの人すいませんね、うるさいよね。よしこくくんさん、ありがとうございます。ありがとう。それでは皆さん、今日は僕の太陽公演よろしくお願いします。太陽になります来れる方はね、お気をつけて、来れない方は DMM で見てください。リオのペンライトは黄色、紫、お芋カラー、コールはリオツンです。よろしくお願いします。そしてお話し会の決済ミッションがですね、明日まで、明日中ですね、明日の9月5日中なので、皆さん今日のうちにミッションを達成よろしくお願いします。忘れてしまうと完売がね出てるんですけど、完売もなくなっちゃうので、皆さん必ず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 決済ミッションお願いします。お忘れないように。